S&D in アメリカ、アップルトンです。眠いけど怖いが勝って、フライトします。This Embraer regional jet is equipped with 4X the doors to an east side of the aircraft. If the doors are open, any emergency slides will automatically inflate. It's unlikely, but...来ましたね。着いたね。14時間のフライトで。イエス。無事着きました。はい。はい。はい。お疲れ様です。虫畑です。すごくない？全面だよ。広大すぎる。おはようございます。今日はアメリカ生活2日目です。時差ボケはありませんなぜなら昨日着いてそのまま買い物とか行かしてもらったりご飯食べに行ったりしたら普通のサイクルになりました。はい、はい、でもおかげさまでゆっくりになりました。はい、はい、じゃあ今日も元気に行きましょう。はい、シリアル、ビデオです。ビデオ、あ、はい、湖です。ミニベーゴ。ミニベーゴ。ベーグル、ベーグル、ベーグル。ベーグルじゃん、ベーグル。ベーガ？綺麗です。アップルトンの湖です。料理が始まる。へえ。
Thank you. Good morning. Good morning. 今日からバレエ教室頑張りましょう。頑張りましょう。味噌汁持ってきました。もう3日目にして日本食が食べたいです。頑張ります。頑張ります。今からでーす。Good morning. この体育館はポールがなくて上から下に降りていく仕組みになってるみたいです。さあ行くぞ。キュウリ、キュウリ、うん、あ、これこれ韓国のやつだね。そうなの。うん、これよくコストコとかに売ってる。キュウリか、コストコだよね。ね、チーズ。あ、ティッシュ。でも意外にさ、ソフトじゃない。あ、ソフト、ソフト、めっちゃあります。多分日本より安いと思う。本日の朝食、おはようございます。Good morning. Good morning. How are you? I'm good. I'm good? Really? Yes. さあ行くぞ。おはようございます。2日目頑張ります。はい、体育館はこんな感じでございます。広いね。広い。今日も多分2面だね、ここの。そうだね、はい、やばい広さ。うん、でもみんな土足で上がるから。そう、めっちゃ床汚くて。そう、ガムとかもへばりくっついてます。でもガム落としてダメよっていう、うん、針が見えてる。針が見えてる。シューズ履き替えずに土足で上がる感じ。ギシギシ上がってます。じゃあ行ってきます。行ってきます。
のポーズを、あ、すいません。あ、そうです。2日目終了です。わあ、すごい。ああ、広い。ディズニー。おお、ディズニーみたい。ディズニーみたいじゃない？あるある。うん。ああ、アメリカの。坂上。これ日本にもあるよね、クレアーズ？バースデーとか持っていくような学校に、とか会社に、クッキーサンドイッチ。あ、これ美味しそう。やばー、うまいよ。すごい甘い。やばそう。鬼滅面白いよね。スパイファミリーもある。あ、進撃もある。うん。やばい。アメリカでも人気らしいです。さあ行くぞ。めちゃくちゃ広い。ここになんか売り場もあります。で、待って、 ATM とかもある。会議室アメリカの方が綺麗だし充実してます。規模が違います。センター内、ここでバレエ教室を今から行います。 Day 3。明らかに体調な悪そうな日本人が寄ってきました。体調は悪くないんですよ。どうですか、一応がやられてますね。なかなかね、2日連続ジャンキーで、朝もジャンキーでしたから、はい、どうやってるか。でもおにぎりをいただいて復活しました、はい、日本人の通訳の方2人が助けてくれてます。ありがとうございます。If you guys saw where the ball was moving, so when the setter sets the ball, if you're trying to hit the line, make sure it reaches all the way to your left shoulder. So you want the ball to reach all the way to your left shoulder and then hit line. Open cross.Morning. Really pump pump. Oh? Yes. おはようございます。あ、Good morning. ラスト。ラストです。頑張りましょう。さあ、行くぞ。Thank you.
ある。フラットフレットはただ、半分になってる。フォーワード、1時間速くしてフォールバック1時間遅く、だからちょっとたまに来る朝とか。おはようございます。ビデオ、なぜこの顔かというと昨日お酒を飲んだからです。めっちゃ強い。めっちゃ強いね。途中で寝た人です。バーにいる途中で。本当にこの肌ちょっと見て、ちょっと待って、なんか最初こうやって、こうやって寝てて、って寝てました。もうほぼ記憶ないです。3杯やの、3杯も飲んでないな。2杯。あ、3杯。そんなもんで、こんな感じです。今日の朝ごはんは昨日いっぱい食べて飲んだのでこれだけです。今日は夜野球を見に行きます。またその様子も載せます。はい、来ました。イエーイ。日本でも有名。有名よね。有名なの？多分。あ、そう。映ってきた。でかい。でかい。日本だったらこのぐらい。めっちゃ高い。あ、いいじゃん。あ、優しい優しい。これ一ドル？これ一ドルぐらい。パイナップルにしよう。
ぼ3時間過ぎに。はい。ここにジムがあって、ここに朝ごはんを食べるところがあります。約1週間ありがとうございました。遅れそうです。多分。チェックインが。チェックインがちょっと遅かった。6時だったっけ？なんか、うん。トラブル。シカゴに着きました。お疲れ様でした。あとはちょっとゆっくりして帰ります。かっこいい。ゆっくりします。もうシカゴ空港は広すぎてもうわけわかんなくてめっちゃ迷いまくってセキュリティ3回通りました。ターミナル1の C コンコースに向かってます。やっと飛行機に乗るターミナルに到着しました。広い、広すぎ。プレッツェルか。ディズニー以上に広いな。広い。あと2時間ぐらい待って乗りたいと思います。あ、フードコートあって、うん、お昼ご飯はシカゴピザですか。結構分厚い、うん、めっちゃチーズ。あとはサラダを食べました。でもめっちゃ高い。これと水で30ドル、うん、30ドル。